自分の努力でそれ自体を変えることができないのであればそれはもう早々に諦めた方がいいですね。それに対する執着を手放した方がいいんです。 ペンネームメッシさん。タイグ現象お章様、いつも貴重なお話ありがとうございます。死を考えるほど精神的に弱っていた時に、なんとなく孤独というキーワードを YouTube で検索した際に、偶然お尚様の動画を見つけ、それを拝見して衝撃を受け、生きる勇気をいただきました。それからというもの、過去の動画を遡って、手当たり次第にお尚様の動画を拝見させていただいております。 今の悩みとしては自分が本当にしたいことというものがどうしても見つからず自分は何のために生きているのか生きる意味が分からなくなってしまっていることです自分にはこれといったい出たものがなくこれをやって一生生きていこうと思えるものが何もありません熊本で育ち大学まで九州で過ごした後東京への憧れから 単身上京しして、てもううすすぐ5年になろうとしています成長ホルモンの障害により身長が157センチしかなくそれがずっとコンプレックスで自分に自信がなかなか持てなかった自分を変えたいという思いからビッグな男になりたいという漠然とした思いを胸に抱いて大都会東京に来たはずがその思いも日々の生活に埋もれてなくなっていくのを感じていますサラリーマンとして働く傍ら 何か挑戦したいという思いから東京で出会った人から紹介されたビジネス等をいくつかやりました。泣けなしの貯金をはたいてそして借金を抱えてまで取り組みましたがうまくいきませんでした。サラリーマンの給料で何とか生きていくことはできていますが職場の人間関係も悪く今の仕事があまり楽しいと思えず何のために自分は生きているのかわからなくなってきました。そんな中でも愛する家族が欲しいという思いから 彼女を作ろうと努力しても、どうもうまくいかず、自分の身長が人並みにあれば、といったたらればを考えてしまい、涙を流す日々に嫌気がさしてきました。仕事もプライベートもうまくいかないことばかりで、人生が楽しいと思えません。努力不足だと言われればそれまでかもしれませんが、自分なりに努力はしてきたつもりです。自分のコンプレックスを乗り越えたいという思いから、 大学受験を頑張り国立大学に行きビッグになるべく単身上京して色々なことに挑戦し素敵な女性を射止めるべく自分を磨いてきましたでも結局は全部無駄な努力だったのだと感じてしまい走り続けることに疲れました最近楽しいと感じることがなくなり将来がとにかく不安で仕方ありません人間が生きる意味とは何なのでしょうか長文で文章にまとまりがなく しょうもない話かもしれませんがアドバイスいただけますと幸いです「壁眼録」という禅のお坊様方の残した言葉を集めた本がありますこの壁眼録の中にこのような言葉があります「鼻空を失脚す」 という言葉です。びくというのは花のことです。失脚というのはなくすという意味です。つまり、顔を、顔をたらしめている花がない、その顔の真ん中に位置して、そして、その人の顔を決定づけている大切な花が駆け落ちている。 花というのは顔の中で大切な部位でありそれがないということはその顔自体がのっぺりとしてそしてその存在の基盤を失ってしまうという意味合いですメッシさんは20代半ばですね 20代半ばの男子仕事のこともそうですしやはり恋愛のこともそうですしそこに身長が低い平均よりも身長がずっと低いこれはとても大きな悩みだと思います私も今 そんなに体が大きい方ではありませんが中学時代からバスケット部に入ってもっと背が高くなりたいもっと背がたり高くなりたいそういうもっと背が高かったらあんなシュートが決められるのにとかもっと成績上げられるのにとそんなことから うちは母親が身長が低かったので、私もまあ、170センチぐらいにはなりましたが、中学から大学ぐらいまで、やはりこう、スポーツにのめり込んでいた時期には、特にもっと体が大きければ、もっと体が大きければ、ということでね、まあ、母親が身長が小さかったことを、お母さんが小さいから自分は大きくなれないんだ、みたいなことを、心ないことを言った、 時期もありましたで、また母親がそんな言葉を気に病んでねなんか本屋さんで身長の伸びる方,方法みたいなものを買ってきたりして食事に気をつけてくれたりして母なりに苦しんでた時もあったみたいですでも私も非常に身長コンプレックスは以前はありましたなのでメッシさんのこの 身長が低いということに対しての悩みこれは非常によくわかる気がしますその上でメッシさんの問題これは体に執着しすぎていること自分の体に執着をしすぎていることこれが問題です 人間は自分が足りないと思うことがみんなありますよね、誰しも。その足りないと思うところがあるから、それを埋めようとして、なんとかそれを、その足りない部分を埋め合わせようとして、努力をしたり、頑張るわけですけれども。でも、その足りない部分が、 例えば身長が低いとか生まれつきのものであったりとか自分の努力でそれ自体を変えることができないのであればそれはもう早々に諦めた方がいいですねそれに対する執着を手放した方がいいんですで一つは 二つ理由があってですね、その一つは、自分が足りないと思っていたことが、実は裏を返せば、決してマイナスのことではなくて、プラスに生かせるという可能性があったりする。から。それともう一つは、自分が まあ、コンプレックスに思っていることですね。で、このコンプレックスに思っていることを、自分が足りない、人より劣っていると思っていることに対しての思いが強すぎると、もう無意識のうちに、その自分に対しての劣等感に裏付けられた言葉、振る舞い、それから思考ですね。 を取ってしまうからなんですメッシさんのお悩みを読んでいる最中に気になったところがいくつかあったのでそれをここへ列挙してみました一つはメッシというペンネームこれはおそらくサッカーのメッシサッカーの世界的名プレーヤーであるメッシさんから影響を受けておそらくメッシと 自分でペンネームをそう名付けられたんではないかと思うんです。違ったらごめんなさい。でも、あの、メイプレイヤーであるメ士シさんも、幼少期から、ホルモンの分泌異常で身長が低かったっ。けれども、お父さんの影響を受けてサッカーを始めて、決して裕福な家庭ではない家庭で育ったけれども、 サッカーでのし上がろうとしたけれども身長が低いがためにねことごとくセンスはあったけれどもチームへの入団を断られけれどもある時その才能を認めてくださった方があってそしてもう一気に世界のプレイヤーとして活躍をしてで最終的には 160センチに満たない身長だった方が、ま、170センチぐらいまでね、そのサッカーチームがサポートをして、投薬を続けて、そして、まあ、そういう治療のおかげでですね、170センチぐらいまでにはなったと。最終的には、でもそうやって難病で苦しんでいる人とかね、困っている人たちっていうものに対しての財団を立ち上げて、そういう人たちを支援したり、 最後は税金の問題なんかがあって、脱税ということを疑われたりということの、まあいろんな波乱万丈の選手ではありましたけども、でも、あれほどの低身長でありながら、その低い身長というものを、のコンプレックスを逆に生かした性格で、そしてまたオールランドな、ね、プレイヤーに努力をして成り上がった。まあそのような、 方に影響を受けて、ひょっとしたらメッシュというペンネームを付けられたのかなと思います。それからビッグな男になりたい。これもそうですね。やはり体がちっちゃいので、じゃあ体が小さいのは仕方がないからで,できるだけね、仕事で成功したり、とにかくビッグな男になりたい。それから借金をしてビジネスを立ち上げた。これもそうですね。自分がやっぱりコンプレックスを持っているがゆえに、なんとかしてそこから這い上がりたい、のし上がりたい。 でそういう思いからね仕事にチャレンジするこれはもう当然みんなそうなんですけど逆にその思いが強すぎる人というのは自己啓発であったりネットワークビジネスであったりそういったビジネスで非常に誘惑されやすいそんなことから借金をしてまでねチャレンジしたけれどもまあうまくいかなかった いろいろと自分の肉体っていうものに対する執着、悩みから端を発するメシさんの思考であったり行動、言動っていうものがお悩みのお手紙の中にちらちらと垣間見えます。で、メシさんに対する処方箋なんですけれど処方箋は何かって言ったら 自分は、ちっちゃい兄ちゃんなんだと、自分に言うことです。自分は、ちっちゃい兄ちゃんで、もう少し歳を取ると、ちっちゃなおっさんになると。ちっちゃなおじさんになる。自分はちっちゃな兄ちゃんであり、ちっちゃなおじさんなんだ。ということを自分に言い聞かせるということです。 自分を、の身長、変えられない身長に対して、これにずっと対抗し続けて、身長が伸びるならいい。けれど伸びないわけですね。であれば、それをもう素直に認めることです。それを覆い隠すための思い。それを克服するための 行動。これは、もう髪の毛が薄くなった人が一生懸命なけなしの髪の毛を集めて、自分はハゲてないっていう証明をしようとしているみたいなもんですね。あまりかっこよくない。魅力的じゃない。私も好きな芸人さんで、ナインティナインの岡村さんっていう人がいます。岡村さんが、 ロナウドみたいな190センチぐらい身長があって、サッカー選手のロナウド,ナウドみたいな体格だったら、全然面白くないです。岡村さんはちっちゃいおっさんだからいいんですね。でもただのちっちゃいおっさんじゃないと面白いおっさんだからいいんですね。メッシさんに対する処方箋は、自分はちっちゃい兄ちゃんだと、自分で認めるっていうことです。その上で、ないものねだりをしないで、 自分の体の小ささっていうものと戦わないで、この身長で、このキャラクターだからできる自分ができること、ないものではなくて自分のあるものをそこから探しに行くことができるわけです。自分が身長が小さいと、そこを素直にも認めたところから、 ナインティナインの岡村さんの面白さが出てくるわけですね。あれがまた矢部さんとセットで、矢部さんの方は身長高い、ね、岡村さんの方は身長低い、けれども、あの二人の面白さは岡村さんが小さいから、だけど圧倒的に面白い。メッシーさんもそうだと思います。 おそらくメッシーさんを目指して来られたんだったらそうだと思います。メッシーさんがもっと体格が大きくて、そしてメッシーさんがもっと身長に対してのコンプレックスみたいなものがなければ、あそこまでの名選手になってたかどうかはわからない。自分が小さいということを生かして何かできないか。 そのように考えたところから、おそらく、メッシーさんのすべての思考、言葉、そして行い、仕事のあり方、それが変わってくる。そのように感じています。ご質問の中にありましたが、 自分がやりたいことを見つける。私もよく一問一答の中で自分が本当にやりたいものをやってみなさいということを言ったりします。でもね、この迷ってる人にやりたいことを見つけるっていうのは同時に難しいことであるのも重々承知です。やりたいことが、ちっちゃい兄ちゃんである名士さんが自分がこれやりたいっていうことが今見つからないんだったら答えは一つです。 自分はできることをやってください。人より秀でていることをやってください。好きなことではなくね、自分ができることをやる。自分が人よりちょっとでも秀でていることを伸ばす。やりたいことというのは、その延長線上に派生してくるものなんです。ただ、ビッグな男になりたいと、 がいていたメッシさんが、もっと具体的に、自分が自分の持っているものの中で、今人より秀でていてできること、これを徹底的に見つめてほしいんです。そしてそこに磨きをかけてほしいんですね。ついこの間、私車を売却したんです。で まああの車を売るのも一つの社会勉強なので、私楽しんでいろんな車屋さんにですね、行ったり売ったりしてみるわけですけど、その中で、まあいつも最終的に口説き落とされる車屋さんがいるんですね。で、そこの店長さん、まあ某有名、 チェーン店、中古車バイバーの有名なチェーン店の店長さんなんですけど、おそらく身長がメッシーさんぐらいしかないです。160センチないって言ってましたからね。156、7ぐらいって言ってました。もう見るからに小さいおっさんです。で、本当にこう、車を、ちょっと大きい車とかでもね、そのちょこちょこちょこって歩いてきて、で、 あの身長の高いと言いとますか今、K なんかでもワンボックスの背の高い車とかあるじゃないですか。そうすると、私、子供みたいに中で立てるんですとかって言ってね、かえって笑いを取ってたりするぐらいの店長さんなんですけど、まあ、トークがうまいんですよ。そして、こう、セールス、セールスがうまいんですね。もう、完璧に近いぐらいの導入からクロージングまでの流れでお話しなさる。 でもね、身長が小さくて、すごい可愛らしい感じの人なんですけど、トッペイゲンマンですよ。そのチェーン店の、全国にチェーン展開しているその自動車販売の会社なんですけども、その店舗は中でも売り上げがダントツだそうです。その鍵を握ってるのその店長さん。ちっちゃなおっさんの店長さんです。もういつもね、なんか車手放そうかなと思うと、その人の顔が頭に浮かぶ。 その方は家族もいますお子さんもいます何かいつもあの人車販売って思うと頭に浮かんでしまうんですねなぜかったらやっぱりそのキャラクター身長が低くてちょこちょこと歩いてきてでもいつもこう親身になってね こうですよこうですよって車のことを教えてくださったりしてとても面白い勉強になるだから私その人と話すのすごい大好きなんですだからそこで車を売却するっていうことがなくても必ず声かけるそんな人です今26歳になな、られるのかな明さんやはり将来のことを真剣に考え始める時期ですよね 仕事もうまくいかないとかいろんなこともやっぱり将来俺は九州から出てきて東京に挑戦するつもりで出てきてでも大都会東京に打ちのめされてどうしたらいいんだって一人涙する私もそんな時期ありました優秀な人いっぱいいますしねかっこいい人いっぱいいますしね もう渋谷とか新宿とか人がたくさん集まるところ歩いてるともう自分が押し潰されそうになるそんなことを20代の時に東京に出て感じたことがありますでも私の場合はお寺から出て坊さんになりたくないってお寺に生まれた子供として生まれたってことが一番のコンプレックスでした、まあ、その他いろいろありましたけど でもそこにずっと抗い続けて一生懸命東京に出て成功しようとか海外の方に行ってニューヨークに行ってチャレンジしようとかそんなことも思ったことがありますでも結果としていろんなことを経て戻ってきて坊さんになった自分のコンプレックスが一番の自分の武器になった 私は今、お坊さんとしてこうして皆さんのお悩みに応えることができている。そのことはすごく幸せです。それが自分の使命だと思っています。自分が一番コンプレックスを抱えている身長が低いということ。これは決してマイナスではないということは、それこそ 東京でも見渡せばいっぱい低い身長だけれども活躍していらっしゃる方いっぱいいますよねお召しさんのすべての努力これが無駄であったともし召しさんが感じているとしたらそれはその努力が無駄であったのではなくて自分の低身長に対してのコンプレックスから出てくる それに抗おうとする努力が実らなかったというだけなんです。努力することは悪いことではありません。けれども、ぜひ自分がコンプレックスと感じていることを逆に逆手にとって武器にできないかと。その上で自分ができること、やりたいことじゃなくてね、まだやりたいことなんか見つからないと思いますよ。正しき努力をして少しずつそれが 正しき努力をすれば成果として実るんですよ。それが実らないということは、今の努力の延長線上に明るい未来はないということなんです。考え方を変える、やり方を変える、何かを変えていかなければいけない。その時にまず一番最初に変えてみるべきこと。それは、もう自分の低身長っていうことを に対して抗わないということです。ちっちゃい兄ちゃんと自覚してください。そしてちっちゃいおっさんになると自覚してください。そこからメッシさんのメッシへの道が開けてくるのかなと感じてます。応援してます。頑張ってください。